ウーゴ・マージョ・ノベヒルは、スペイン・ガリシア州、ポンテベドラ・ケンマリン出身のサッカー選手。リーガー・エスパニョラ・プリメイラ・ディビシオンのセルタデビー5に所属している。ポジションは DF。1999年にセルタデビー5のカンテラに入団し、2009から10シーズンに当時セグンダ、ディビシオンに所属していた、トップチームに昇格し、2010年1月にプロデビュー。 チームキャプテンを任された2011から12シーズンは2位で、終え、2006から07シーズン以来のプリメーラ、ディビジオン復帰となった。2012年8月21日に、マラが CF 戦で、年間のトップリーグデビューを飾るも、チームは会に低迷。さらに2013年1月のコパデルレイの、レアルマドリード戦で左膝を負傷し、シーズン絶望となるなど、苦しいシーズンとなったが、 チームは17位でなんとか残留に成功。翌2013から14シーズンに復帰し、ルイス・エンリケ体制のもとで攻撃サッカーの一角を担い、リーグ9位に貢献。監督がエドゥアルゾベリッソに交代した2014から15シーズン以降もチームキャプテンとしてセルタを牽引している。ありがとうございます。